はい、今回はこちらバンコクに来ています。タイグルメを楽しみつつ、バンコク滞在1日目に行けなかった三大寺院のうちの残りの一つの寺院と、バンコク市内を高いところから眺められる景色のいい寺院に行ってみたいと思います。まずは最寄り駅からバンコク市内まで向かいます。乗り換えの駅で面白いマークを発見。漏れそうなのでしょうか。まずは腹ごしらえ、こちらロンロスにやってきました。ロンロスはタイ語でガレージを意味します。もともとはガレージだった場所なので、このような名前にしたんだそうです。ミシュランも獲得していますし、さらにアメリカのニューヨークタイムズでも取り上げられており、世界中から観光客が集まるレストランになっています。メニューには様々な美味しそうなタイ料理が並んでいます。まずはビール、タイのクラフトビールをいただきます。ムエタイクラフトビールというメーカーだそうで、いかにもタイらしい名前です。乾杯。なんと早い、ビールを味わう前にもうグリーンカレーが到着しました。先ほどお店の前に置いてあった看板で、グリーンカレーにミシュランマークがついていましたので、せっかくなのでグリーンカレーにしてみました。このパイナップルチャーハンも気になるところだったんですけどね。お肉はニュージーランド産ビーフとチキンのどちらかを選ぶことができます。今回はニュージーランド産ビーフにしてみましたが、お肉もたっぷりと入っています。それではグリーンカレーの方もいただいてみます。まずはスープからいただきます。ほんのり香るココナッツの甘みと海鮮の出汁が効いていまして、カレーの部分だけでもとても美味しいです。ミシュランに選ばれるのも納得の美味しさです。続いてサテもいただいてみましょう。サテはパリッと焼かれていまして、甘みを感じます。バターがたっぷり含まれているのでしょう。お肉はニュージーランドビーフなので固めですけども、癖もなく美味しいカレーとよく合います。それからたっぷり入っていたグリーンピース、日本とちょっと違う気がします。少し噛み応えがあるようなグリーンピースです。全体的に肉がごっそり入っていますので、食べ応えもあります。サティを横から見てみますと、このような感じになっています。よりサクッと感を感じる秘密は、このミルフィーユ状に重なった生地にあるのでしょう。カレーもサティもリピートしたくなる美味しさです。でもやっぱりタイの料理です。食べ進めていきますと、口の中がとっても辛く感じてきます。ライトな飲みやすいタイのクラフトビールで口の中をさっぱりさせながら食べ進めます。最後にこのムエタイビール、タイの定番ビールに飽きた時に試してみるといいと思います。チャーンビールとシンハーならどこでも飲めちゃいますからね。完食。それからこのお店のいいところがこの景色です。窓側の席ではワットアルンを眺めながら食事をすることができます。こちらの特等席はもうほぼ予約必須かと思います。さらに屋上の席もあります。ディナーの時間帯はこちらの屋上の席も利用することができます。ワットアルンを訪れた日にランチやディナーで利用するといいと思います。ただ座席は少ないため、複数人で行く場合やピーク時間帯に行く場合は予約はしておいた方がいいかと思います。はい、それでは食事を終えたところで観光に行きましょう。この辺り観光スポットの中心地ということで、トゥクトゥクだらけです。ぼったくりが多いので、トゥクトゥクを利用する場合は注意をしましょう。続いてやってきたのはこちら、ワットプラケオです。入場料は500バーツ、2200円ほどです。バンコクで王朝を開いた初代国王のラーマ1世が1782年に居城として築いたのが王宮です。その中でも中心となる建物がワットプラケオで、ワットプラケオは王宮専用の寺院として建てられました。タイで最高の格式と地位を誇る仏教寺院であり、王宮の守護寺でもある由緒正しき寺院です。
1782年にラーマ一世が王宮と寺院を同じ場所に作ってから、この地は250年もの間、タイの方々の信仰を集め、大切な場所とされています。他の寺院や遺跡などとは違い、現在も王宮として使われているため、常に手入れが施され、美しく保たれています。ワットプラキオの中に入りますと、すぐに壁画があります。入り口から流れるように見ていきますと、反時計回りで見ていくことになってしまいますが、ストーリーを順番に見ていくには時計回りで見る必要があります。これらの絵はインドの物語ラーマヤナ神話をタイでアレンジしたラーマ起源物語のそれぞれの場面が描かれており、178枚もの壁画として飾られています。すごく簡単に説明しますと、王ラーマデバとシータが結婚しまして夫婦となるのですが、妻シータが誘拐されてしまいます。王であるラーマデバが猿の神ハヌマーンたちと一緒に妻シータを連れ戻す物語です。ちょうどこちらがハヌマーンがシータを助けに来たシーンです。連れ去られたシータは自ら命を絶とうとしますが、ハヌマーンがなんとか間に合い助けに来ました。その他ラーマに不運が訪れることが予言されていたため、ハヌマーンがこのようにラーマデバや王室のパビリオンを守っているシーン、それから戦いのシーンなど様々なシーンが描かれています。タイのラーマ起源物語に登場するラーマデバがインドのラーマヤナ神話に登場するラーマにあたります。タイの王の名前ラーマという名前はこのラーマが影響しています。全てを理解するのにはなかなか難しいですけども、物語の概要を知っているだけでも理解できる絵がかなり増え、興味深く鑑賞することができるでしょう。ちょうどこちらでは回廊の柱に描かれた壁画の修復作業が行われていました。これだけ細かい絵を職人さんが筆一本で地道に修復をされています。壁画が細かすぎて気が遠くなりそうな作業です。修復作業に当たられる方も大変ですけども、これだけの壁画を最初に描いた方っていうのもとんでもない作業だったでしょうね。完全に仕上げるのに10年かかったとも言われています。回廊はずっと続きますけども、入り口入ってすぐの場所の回廊の部分を見終わったところに、このような日本語のパンフレットがありますので、これはゲットしておきましょう。ワットプラキオには見どころがたくさんあるため、とても役立ちます。再度入り口付近まで戻ってきました。この境内の出入り口には、回廊に描かれているラーマヤナ神話に登場する人物たちが守護神として配置されています。現地の方らしき方々はまずはこちらにお供え物をしてお線香を焚き、奥にあるエメラルド寺院本堂へ向かいます。こちらの本堂はエメラルド仏を安置している最も神聖な場所です。この仏像はタイの国宝とされ、タイ王室や国民にとって非常に重要な信仰の対象です。そのようなこともあり、多くのタイの国民もワットプラキオの本堂を訪れます。特に毎年4月、大正月、ソンクラーンの時期は現地の方がとても多くなるんだそうです。残念ながら内部の撮影は禁止となっておりますので、中はお見せすることできませんが、高さ66センチ、幅48センチほどのエメラルド仏が崇められています。エメラルドに輝いていますので、上の方にポツンと置いてあってもとても存在感があります。このエメラルド仏は季節ごとに衣替えをするそうで、季節ごとに異なる姿を見学することができます。半分鳥、半分人間のような生き物、キンナリー、こちらまで金色に輝いています。寺院を守るのと同時に、より寺院を豪華に見せるためなのでしょう。黄金色にキラキラと輝いた外観、とても派手でとても豪華さを感じます。さすが王宮内にある寺院なだけはあります。金色にエメラルドグリーン、赤など様々な色に輝いています。続いてこちらはプラシーラタナチェディです。ブッダの遺物を安置するために建てられました。ワットプラキオの中でもひときわ目を引く黄金の仏塔、1855年建設された当時は白塗りでした。もともとはラーマ4世がアユタイ編の動画で訪れましたワットプラシーサンペットを模して建てたと言われています。その後、1882年、バンコクの建国100周年を記念しまして、ラーマ5世が治世中に、イタリアから輸入された金のモザイクタイルで覆いました。
とても状態が良いように見えますが、1982年バンコクの建国200周年を記念して金のモザイクタイルを再び輸入しまして修復作業が行われました。また次回修復作業が行われるのはこの周期でいきますと300周年2082年あたりでしょうか。続いてこちらはロイヤルパンテオンです。王室の儀式やエメラルド物を祀るために建設されました。この建物も外観がとても特徴的です。ところどころにたくさんの金が使われておりまして、とても美しいです。こちらの屋根は多層構造になっていますが、これはタイの伝統的な建築様式となっています。これにより建物の高さと威厳が強調されます。確かに一般的な屋根と比べると迫力も違いますが、層が増えれば増えるだけ労力は増えてしまいます。作りが複雑な分作るのもとても大変でしょう。そんな屋根の上にはコーンコブというトウモロコシに似ている形をした装飾が施されています。これにより神聖さや美しさが増します。外壁と柱には幾何学模様のカラフルなガラスモザイクが施されており、これもまた美しいです。インスタ映え女子たちの写真スポットになっています。そして入り口の階段部分にはナーガと呼ばれる神話上の蛇を模した装飾がされています。何か動物の手なのかなと思ったら5匹の蛇が口を開けている姿となっています。この日も含め普段は中に入ることができないんですけども、特定の日のみ一般公開されているようです。年間9日ほどと狙っていかないとなかなか入ることが難しいぐらい限定されています。中にはチャクリー王朝の歴代の王の像が安置されています。ロイヤルパンデオンの前には2つの金の仏塔が立っています。これらはラーマ1世が建てたもので、南側の仏塔は父親、北側の仏塔は母親に捧げられました。2つの仏塔はこのように猿や様々な色の肌をしていたり、様々な色の衣装を着た巨人たちが支えています。ロイヤルパンデオンの後ろにあるのがプラモンドップです。残念ながら今回は工事中のようですが、この複雑な先頭屋根の作りだけでも立派な作りであることが感じられます。実際に見ることができればこのように立派な建物を見ることができました。仏の教えを記した書物、経典を保管するために建てられました。書物を保管するだけでこんな立派な建物を建てるわけですから、宗教に対する意識、信仰心の深さを感じます。再度ロイヤルパンデオンの前まで戻ります。するとこちらから8基の仏塔が見えます。様々な色のタイルで装飾され、それぞれ仏教の概念を表しています。白はブッダ、紺色は仏教の教えダンマ、ピンクは仏教の教えを守り修行する人々サンガまたは相談、緑は20歳以上の未婚の出家した女性2層、灰色は前世のブッダ、灰色がかかった青は普遍的な強力な君主、赤は悟りを得たが説法をしない人菩薩、黄色は未来のブッダです。続いてこちらは聖堂の仙人の像です。薬草療法を含む様々な技術に精通した仙人を崇拝して建てられました。医療健康にも関連するということで、参拝者がここで自らの健康を祈りにやってくるそうです。こちらにはアンコールワットの模型なんていうのもあります。アユタイに訪れた動画でも紹介しましたが、タイとカンボジアの間では争いが行われていました。カンボジアにあるアンコールワットはタイの一部であると考えたラーマ4世がタイの影響力を強めるためにこのアンコールワットの模型を建てることを計画しました。作りはかなり細かく、よく手作業でこんな細かいレプリカ作ったなと感じさせられます。大きな建物を建てることも大変ですが、小さなレプリカをこれだけ細かく作ることもかなりの労力かと思います。続いてこちらはビハラヨードチャペルです。チャペルと名前がついていることからも分かる通り礼拝堂です。ワットプラキオの中で見てきた建物のデザインと大きく異なります。
建物のベースは白色となっていますが、建物の塔の部分や端の部分はとてもカラフルな装飾がされています。これは中国から輸入された磁器の食器やお皿、輸送中に割れた破片で装飾されています。塔の先は花がたくさん装飾されているようで、これまたとても細かい装飾です。礼拝堂の正面に立っているのがこちら、オープラモンティエンタムです。こちらはこれまで見てきた建物にとても似たデザインです。全体的なベースはこちらも白色ですが、やはり装飾は金色です。補助的な図書館としての役割があります。タイのヤシの葉に描かれた経典が金箔の漆塗りのキャビネットに収められ、ここに保管されています。エメラルド寺院の隣、こちらには鐘楼があります。こちらも中国の磁器の破片で装飾されています。普段は利用されていませんが、重要な行事の際、バンコクが首都として建設されたことの記念として50年ごとにこの鐘が鳴らされます。この鐘の音色を聞けるのはかなりレアとなっております。続いてこちらはチャクリーマハ宮殿です。ヨーロッパでよく見る宮殿のようですが、象の像があったり、屋根の部分などはいかにもタイらしい建物です。中には応接室や食堂、タイの歴代の王が儀式や行事を行うための王座の間などがあります。また歴代の王や家族の遺物なども安置されています。こちらを見学しましたらもうほぼ終わりとなります。最後にドゥシットマハープラサート宮殿を見学して終わりとなります。もともとは神殿、寝起きをする場所として利用されていましたが、ラーマ一世が亡くなった後、ここで葬儀が行われたり、現在では重要な王室関連の儀式が行われています。それではワットプラ宮を一通り見学し終えましたので、食事に向かいたいと思います。やってきたのはこちら、マンゴーツリーです。日本にもいくつか店舗があるマンゴーツリー、こちらはバンコクの本店になります。外の席もなかなか雰囲気も良く、涼しければ気持ちよさそうですが、この日はかなり蒸し暑いので、こちら店内でいただくことにしました。まずいただいたのはこちら、レオという豹のマークが特徴のタイのビールです。シンハー、チャンビール、そしてこのレオ、タイの三大ビールのうちの一つです。乾杯。軽くさっぱりとした飲み心地、やっぱり蒸し暑い場所ではぐいぐい飲めるこんな味が好まれるのでしょう。辛い食べ物も多いですし、余計な味よりシンプルさが重要なのかもしれません。料理はこちら、シュリンプペーストフライドライスです。甘だれで味付けされた豚肉や乾燥エビが乗っています。料理を提供いただいた瞬間、エビのすごくいい香りが漂う、香りもとてもいいチャーハン。こちら実際にいただいてみてもやっぱり美味しい。生のエビではなく、こんな乾燥させたエビがトッピングされていますが、乾燥エビと一緒に食べるとこれまた美味しいです。味が濃いめですので、少し口の中がしつこくなった時は卵やきゅうりなどと合わせてさっぱりさを追加していきます。こんな乾燥したネギらしきものも入っています。これも味変するのにちょうど良いです。その他レッドオニオンやライムなどトッピングの種類が多いです。鷹の爪もありますが、やっぱりこれ食べてみるとですね、めちゃくちゃ辛いです。タイではこれがスタンダードなのかもしれませんが、むやみにタイのスタンダードな辛さに挑戦すべきではないですね。これはとても辛いです。食べている間に次々と周りの席にリザーブ、予約の札が置かれていきました。帰る頃には周りの席すべてにリザーブの札が置いてありまして、人気の高さを感じます。日本にも店舗ありますが、本場のマンゴーツリーを楽しみたい方、綺麗なお店で少し良いタイ料理を食べたい時に良いかと思います。完食。
はい、翌日になりました。この日は朝から少し市内から離れた場所にあるバンコクで人気のカフェに行ってみたいと思います。まずは電車に乗りまして最寄り駅まで向かいます。本日はドミノピザ柄にラッピングされた電車。日本ではたまにしか見ないラッピング車両、タイでは当たり前の光景です。そして乗り換え駅でもこの広告、電車の駅にもあちらこちらに広告があります。このようなデジタル広告を見ると広告だけは日本より発展しているようにも見えてしまいます。こんなホームドアの柱にすらデジタル広告があります。こちら日本のダイキンの広告です。カフェに到着しました。こちらファクトリーコーヒーです。ちょっと行列ができてるなくらいに思ってたらですね、まさかのこれで50分待ちです。かなりの人気店なのでしょう。あまりの忙しさでコーヒーのシェイクすらも自動化されています。こんな機械初めて見たかもしれません。フィルターで余分な氷などを取り除き、美味しそうな色のコーヒーの出来上がりです。こちらでも新しいコーヒーが次々と入れられていきます。どうやらフードデリバリーでオーダーする方も多く、それでこんなにキッチンも大忙しのようです。高い天井にオープンキッチン、臨場感ある雰囲気もいいカフェです。テーブルや椅子は小さく、店内大変混雑していますので、そこまで長居してゆっくりできるカフェではなさそうです。しっかりとコーヒーを楽しむ、そんなカフェでしょう。メニューはこんな感じとなっております。一般的なコーヒーメニュー以外にも抹茶やチョコレート、フルーツ味など様々なメニューが用意されています。食事のメニューはココナッツやタイティー味などタイらしいクロワッサンが食べれるのが特徴です。注文したのはこちら、カフェラテのような見た目のスプリームと真っ黒な色が特徴的なタイティー味のチャコールクロワッサンです。見た目のインパクトがすごいです。乾杯。カフェラテにクリーミーさと甘みを足したような飲み物です。初めて飲む感覚のコーヒードリンクですが、とても美味しいです。ワイングラスのようなグラスに入っていますので、飲む瞬間広いグラス口からコーヒーのいい香りがぐわーっと広がってきます。エスプレッソとクリーミーなミルクを合わせてシェイクして作ったドリンクです。おそらくキッチンでシェイクされていたのがこのドリンクではないかなと思います。ただタイの物価で800円のコーヒードリンク、かなりの高級メニューです。めちゃくちゃ派手なクロワッサンもいただいてみましたが、炭で色付けされた真っ黒なクロワッサン、外のパンの部分は見た目はこんな感じですが全く違和感はなく、この中に入っているクリームがめちゃくちゃ美味しいんです。紅茶のような甘いいい香りがする美味しいクリームがたっぷりと入っています。これがまたパン生地によく合います。こちらのカフェこれだけ人気な理由としましては、バリスタの腕を競う大会ワールドバリスタチャンピオン2018で13位を獲得したり、ワールドエスプレッソチャンピオン2022では2位に輝いたり、在籍しているバリスタの方が世界の大会で活躍しているということで、とても注目されております。人気店ですので行列はすごく、最初の表示の通り並び始めてからコーヒーの提供まで1時間ぐらいはかかりました。ただやっぱりコーヒー好きな方は訪れてみるといいと思います。とても良いカフェだと思います。完食。カフェから出る頃1時頃には行列がさらに伸びています。極力行列を避けたい場合は朝早い時間、オープン時間を狙って行ってみるといいと思います。それでは朝ごはんとコーヒーを楽しんだところで、本日予定していました観光スポットに向かいたいと思います。今までは電車を利用していましたが、ローカルバスにチャレンジしてみたいと思います。外から見て気になってはいましたが、中に入るとさらにびっくり、このクオリティです。でもその分安いんです。なんと1回の乗車で8バーツ、
36円ほどです。乗車をしますとチケット担当の方からこんなチケットを購入します。揺れもすごいし時代感じる車内、バンコクに来てすごく発展している、高いビルもたくさんあって電車も綺麗なんて思っていましたけども、バスのこの雰囲気、もうギャップがすごいです。揺れる揺れる、とにかく揺れます。ただ一応次の駅などの案内表示は電子化されているようです。運転手さんの後ろにモニターが設置されています。降りるときはこのような赤いボタンを押して知らせます。押してみましたがうまく押せているのか運転手さんに伝わっているのかよくわかりません。それから少し面白かったのが運転手さんまさかのサンダルです。日本だったら確実にアウトでしょう。炎上して解雇案件でしょうね。無事に乗車から下車まで成功と達成感に浸っていましたら、どうやら Google マップの設定間違えていまして、行き先を間違えていたようです。タイの政府機関のオフィスが集まるこちらのエリアを通って、あとはもう観光スポットまで歩いて向かいます。やってきたのはこちらワットサケットです。高さ80メートルほどある丘の上にあるため、バンコク市内が一望することができ、観光客にも人気のスポットとなっています。また黄金色の仏塔が丘の上に立っている様子からゴールデンマウントとも呼ばれています。入場料は100バーツ450円ほどとなります。頂上まで344段もあるようですが、1段1段高さはありませんのでそれほど苦にはならないかと思います。それでは登っていきましょう。でもなぜこんなところにここだけうまーく綺麗に高くなった丘があるのでしょうか。実はこれ人工の丘なのです。この寺院はアユタヤ時代に建てられ、ラーマ1世によって改修されました。その後ラーマ3世によって寺院の境内に大きな仏塔が建設されましたが、バンコクの土壌が柔らかすぎて大きな仏塔を支えることができず、建設中の仏塔が崩壊してしまいました。その後数十年放置された建造物は雑草が覆い茂る丘のような形になりました。地元の人々はそれをプーケを山と呼んでいたため、一応名前上はゴールデンマウント山となっているのでしょう。そしてこれをきれいに整備して今の形となりました。上まで来るとワットポーでも見たような大きなドラがあったり、108個の鐘が並んでいます。これを一つ一つ鳴らしながら、またさらに上へと登っていきます。除夜の鐘を108回鳴らすのと同じですね。中はこのような感じになっていますので、うまいこと棒の先をコツンと軽く当てていきます。ちょっとこれは下手くそだったかもしれません。左右、奥、手前、どちらに叩けば音が鳴るのか分かりづらいので、たまに失敗するのです。こうやって鐘を鳴らしていき、悪い運気を飛ばしたり、精神を整えたり、功徳、徳を積んでいきます。鐘を鳴らす音が遠くまで響き渡ることで、その功徳が広がり、自分自身や他者にいい影響をもたらすと言われています。さらに上へと登っていきます。するとこちらにも鐘があります。こちらも最後まで鳴らしていきます。上まで登ってきますとかなり景色もよく見えてきます。手前に見える綺麗な統一されたデザインの寺院群、バンコクの昔ながらのローカル感感じる街並み、
さらに遠くを見渡せば高層ビル群など場所によってさまざまな姿をするバンコク市内の様子を感じることができます。手前のエリアの古いビルと奥に見える新しい高層ビル群のギャップもこれまたすごいです。最上階まで登ってきますと礼拝堂があります。参拝者たちがお祈りを捧げています。こんなワットサケットの形をした金色の像もあります。鐘まできちんと描かれています。今までここを着々と登ってきたわけですね。そして礼拝堂の中を通って屋上に登ることができます。屋上には金色の大きな仏塔があるのですが、残念ながら現在工事中のようです。この仏塔には仏舎利、ブッダの遺骨や遺灰などが収められています。そしてブッダの横にあるこちらの小さな塔の中には宝石が収められています。仏舎利を守る目的やブッダに対する敬意を示し功徳を積むという目的などがあるそうです。とても高そうな宝石です。こちらにもドラがありましたので記念に叩いておきます。頂上にある分音が遠くまで響き渡り、きっと祈りの力効果も強まることでしょう。頂上からは360度バンコク市内の景色を眺めることができます。バンコク滞在最終日にバンコクで訪れた観光スポットワットアルンやワットポー、ワットプラケオなどを眺めてまたホテルへと戻りたいと思います。ちなみに夜のワットサケットもなかなか綺麗だそうです。寺院の見学だけではなく景色も楽しむことができる一石二鳥な観光スポットでした。こちらのワットサケットの前の通りには木材で作ったタイらしい家具や小物を販売するお店が多く立ち並びます。昔からこの辺りは家具や建具を扱う職人さんたちが多く集まるエリアとなっています。バンコク市内にはチャオプラヤ川も通っていますし、ワットサケットの通りのすぐ横にも川が通っているため大きな木材を効率よく運ぶのに適した場所だったり、市内中心部にありますので利用する側の利便性も良いということで木材を利用した家具関連の産業も発展しやすかったようです。バンコクが発展すればするほど、こういった需要必ず増えますからね。もちろん大きな家具だけではなくこんな小物なども売られています。このような小物が好きな方は立ち寄ってみるといいと思います。タイらしい小物も見つかるはずです。それでは電車に乗ってホテルの最寄り駅まで戻ります。ホテルの最寄りにあるセブンイレブンに立ち寄ってみました。日本のセブンイレブンでもコーヒーメニューというのが用意されていますが、タイのセブンイレブンでは日本以上にメニューがとても多く用意されています。タイらしいココナッツやフルーツを使ったものなど様々なメニューがありますので試してみたいと思います。今回購入したのはこちらココナッツアメリカーノです。乾杯。ほんのりココナッツの甘み感じるアメリカーノです。なかなか日本では味わえないコーヒーメニューです。お店に冷凍したココナッツのパックがストックされていまして、それとアメリカーノを混ぜて提供されていました。冷凍とは言ってもココナッツの実が入っている分本来のココナッツの甘みも感じれるのでしょうが、ココナッツの実が邪魔で少し飲みづらいです。カップの底にですね、沈んだココナッツの実がストローの先で渋滞を起こして詰まってしまいます。少しストローを上げて飲むのが正解なのかもしれません。こんなタイらしいコーヒーが飲めるというのもいいですね。最後にタイらしいコーヒーをいただいたところで今回の動画は終わりとさせていただきます。
今後も旅行の動画をアップしていきますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いします。それから概要欄にインスタグラムのアカウントも載せていますので、インスタグラムのフォローもお願いします。はい、それではまた次の動画で。